様です。ジョニーです。今日もチャンネル遊びに来てくれてありがとうございます。今日はコードチェンジの話をしたいと思います。コードチェンジっていうのは文字通り、コードからコードへ、こういう風に、一つのコードから違うコードにこう移行していくことっていうのは文字通りコードチェンジという風に言うんですけれども、まあ最初にやっぱ皆さんその押さえるだけでも大変なのに、その別のコードにこうパッと移らなきゃいけないっていうね、それがなかなか最初のうちは苦労すると思います。でまあ自然と、まあやってりゃ慣れてくるものではあるんですけど、そこにやっぱちょっとね、このコードチェンジのクオリティに関して、いろいろとその差が出るコツがあるんですよね。で今日はその一つを皆さんに伝授したいと思います。皆さん注意深くいろんな人の演奏を聞いてると、例えばこんな感じで、気づきましたかね、コードとコードの間にちょっと注目してください。今これ E コードとA コードを交互に行き来してるんですけど、コードとコードの間、コードチェンジの瞬間っていうのをちょっと注目してください。なんかがいますよね。ゆっくりやります。あれ？コードからコードに移る間にちょっとした隙間があるんですけど、気づきましたかね。こういうジャジャンっていうね。よくそのコードチェンジって、そのコードからコードになるべくこうパッ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 ってこう隙間なく行かないといけないんじゃないかって思われがちなんですけど、これ全然そんなことなくて、むしろ隙間があった方がいいんですよ。で、これ、実際どういうことになっているかというと、極度にゆっくりやってみますね。こんな感じで、もろ開放弦でジャカーって鳴らしちゃってるんですけど、いわゆるそのゴーストノートって呼ばれるものですよね。ゴーストノートってドラムとかだとね、すごいわかりやすいんですけど、その、楽譜にした時になかなかその音符で表せない、その、装飾音のことなんですよ。例えばドラムだったら、ツッツンタンスツッツッタン、トラッタッタン、ツッツッツッタン、トラッタッタみたいな、このトラッて、ちょっと軽くその、ドラムロールみたいな音をそのビートの隙間にこうちょいちょい入れてそのノリを作るっていうやり方があるんですけど、そういう感じでギターにもそのゴーストノートがある、わけなんです。でそのゴーストノートっていうのがそのコードからコードに移る間のこの隙間の音、これがいわばゴーストノートとしての働きを持つので、全然この隙間はギターのもう立派な表現方法の一つです。はい。なのでコードチェンジってそんなにこう急いで次のコードにパッって行かなきゃいけないっていうわけじゃないんですよね。隙間っていうのは空いてていいし、開けられるんだったら開けた方がいいんですよ。でただし一つ条件があって、ちゃんとリズムにその乗ってるかどうか、っていうのが非常に大事になってくるんですよね。でそこで、生きてくるのがこの間やった8ビートの考え方なんですけど、じゃあさっきのパターンもう一回ちょっとやってみるので、ちょっと注意深く見ててください。もうこの右手でかき鳴らしてるのをやめます。タン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 、ちょっと大げさにやってますけどね。こんな感じ。お分かりいただけたでしょうか。コードとコードに移る間のこの指を離してる時間ですよね。これがちょうど8分音符1個分、8分音符1個分、こう、隙間を作ってるんですよね。なんで、コードチェンジの、練習法としては、まあ、メトロノームを鳴らすのが一番、ベストではあるんですけど、まあ、なんとなく頭の中で、その、しっかりと、テンポを感じながら、やっても別に大丈夫です。で、それで、その8分音符1個分だけ、隙間を開けるってことを意識してください。ワン、ツー、スリー、フォー、エン。ワン、ツー、スリー、フォー、エン。で、
指を離す。2、3、4、N、1、2、3、4、N、1。このエンドの間に、コードを移動する。で、初めは本当にゆっくり。1、2、3、4、N、1。2、3、4、N、1、2。っていう風に、やると、なんとなく掴めてくると思います。今、8ビートのリズムっていうか、基本的にこの8分音符のフレーズでやってましたけど、例えばこれがちょっと16分音符のストローク。になった時も、基本的には一緒でよくて、こんな感じです。 1,2,3,4,N1 っていう感じで、はい、こっちは16分の、ストローク刻んでるんですけど、こっち側はもう本当に、8分音符にそのまま乗っけて 1,2,3,4,N1っていう感じで、これで大丈夫です。なので基本は、コードチェンジのこの隙間は8分音符1個分 3,4,N1,2,3,4,N っていう風に、開けて大丈夫、開けた方がいいです、むしろ最初のうちは。はい。で、それで、まあ、アルペジオとかになってくると、どうしても、パッと映らなきゃいけない場面っていうのは、まあ、出てくるんですけど、で、それは、まあ、普通に、今みたいな感じでやってったら、どん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 慣れてくるので、で、そのうち、パッとした移動も、できるようになります。でも、アルペジオの場合も、結構隙間開けても大丈夫な時の方が多いので、例えば、じゃあ、さっきのストロークでやってたパターンをアルペジオでやってみますけど、じゃあ、E。みたいな感じで、別に相手も不自然じゃないですよね、そこまでね。特にそのボイシングにこだわりがなければ全然これで大丈夫なんで。で、この辺の話はやっぱり楽譜にするとなかなかわかんない話なので、教則本などでもあえてそんなに触れられたりしないんですけど、ドラムのゴーストノートと一緒ですごい大事なので、ぜひこのコードチェンジの隙間の意識っていうのをですね、一つ考えて練習してみてください。ということで、また次回もお楽しみに。 Go Johnny Go!